庭菜園ライフ。こんにちは、朝霞市で菜園をやっている馬場です。今日はみずみずしい冬大根を収穫するための栽培のポイントについてご紹介していきたいと思います。まもなく大根は収穫される方も多いと思うんですが、大根おろしやおでんとして食べたり、ぶり大根などもこれからの季節は大変美味しいですね。大根はやはりみずみずしさがないと美味しくありませんが、栽培のポイントでこのみずみずしい大根を取るための注意点がありますので、今回はご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。では栽培中の大根を見ていただきましょう。すでにこの防虫ネットに葉がつくくらいに大きくなっています。株も地表にせり上がってきております。これからどんどん大きくなり、皆さんおなじみの大根のサイズになっていきます。残りあと1ヶ月以内だと思いますが、収穫までこれからが大切な時期となっていきます。それでは防虫ネットを外してみましょう。このように葉が折れないように、そっとやってください。こちらを見てください。まだまだ細いですが、これからどんどん大きくなっていきます。だいたい8センチぐらいに太さがなりましたら収穫の時期となります。青首大根はこのように出てくるので分かりやすいんですが、中には出てこない品質もあります。その場合は少し株元の土をほじってみて太さを確認してください。おそらくあと1月ぐらいで収穫の適期になると思います。皆さんも栽培中の大根のサイズを見て収穫をしていきましょう。1つ目のポイントです。水やりをしたり過湿にしないということです。大根は先ほどご覧いただいたように大きくなっていきますと、そこから病気が発生したりして、南部病などの大根の一番大事な根の部分が腐ってしまうようなことになります。これはカビが原因の病気なのですが、高温多湿になりますと発生しやすいです。発生してしまうとみずみずしい大根にはならず、少し柔らかい大根や最悪の場合は食べられないというようなことになってしまいます。注意してください。ということで、病気の対策ということが残り期間非常に大切になります。それでは対策としては、水はやらないでもう切るようにしましょう。大根自体に水やりはほとんどいりません。プランター栽培の方はかなり乾燥してしまった場合必要となります。このようにマルチビニールをお使いの場合は水やりは全く必要ありません。水を与えることで逆に高温多湿となり病気の原因となってしまいます。それから枯れ葉の除去、下葉の除去は徹底してやっていきましょう。これも取ってしまいます。はい。少しでも通気性を良くするのと、弱った葉からは病原菌が入りやすいので、このような作業を繰り返していってください。2つ目です。アブラムシ対策として防虫ネットを外していきましょう。アブラムシの被害というのは大根の、失敗原因の一つとなります。最初のうちは葉が黄色く枯死していくような状況ですが、収穫サイズまでに至らず大根の根の部分が傷んでしまうということがありますので、アブラムシが大量に繁殖しないように常日頃チェックをしていきましょう。防虫ネットの中が葉で混み合ってきた時はあえて防虫ネットを外してしまうという手もあります。このように防虫ネットを外しますと非常に通気性が良くなります。アブラムシの居心地がいい状況ではなくなりますので、外してしまうというのも一つの方法です。ただしガや蝶などの産卵の可能性はありますので、定期的な虫のチェックということは必要になります。難しい方は防虫ネットを設置したままアブラムシのチェックを怠らないようにしてください。ただし生育が良くない大根に関しては防虫ネットを外してしまうと寒さに当たりやすくなってしまいます。ただし葉が茂ってしまっていると場合に関しては外していただいてもいいんですが、葉が小さい場合は外すのはちょっと待ってみましょう。3つ目です。収穫時期に遅れないということです。大根は収穫時期が遅れてしまいますと巣が入ってしまうという状態になります。これはスポンジのように空洞が多く食感が良くない大根になってしまいます。いわゆる水分量が少ない大根というのは巣が入るというのが一番の原因になります。
特に今年も昨年同様暑いので、非常に巣が入る可能性というのが高くなります。収穫に遅れないように、最適な時期に収穫してみてください。ではこちらの大根をご覧ください。先ほどの大根よりだいぶサイズが大きいです。もう収穫の時期になってきますので、早めに抜いていきましょう。ただし一度に全てを食べるのは難しいと思います。成長を止める方法がありますのでやってみてください。葉をカットして光合成をさせないという方法です。スーパーで売っているような葉が残っていない大根のように葉の部分を大幅にカットして置いておきますと光合成による肥大化が止まりますのでそのことで巣が入るタイミングが遅れていきます。ただしそのまま畑に置いておきますと巣が入る可能性がありますのでその点は注意してください。ということでカットした大根の葉などは、佃煮にしたり炒め物にして美味しく召し上がってください。無駄なく召し上がっていただけますので大根の葉も活用してみてください。それでは質問コーナーです。冬野菜の防寒対策の動画にコメントいただきました。プランターでも同じように防寒対策した場合水やりのたびにシートを外した方がいいですか、そういうご質問です。完全に外す必要はありません。水が与えられるぐらい外していただいて元に戻すようにしてみてください。少しそれも面倒だなと思う方は洗濯バサミなどでネットを挟んだりしますと外しやすいのでやってみてください。ご自宅のお庭やベランダでしたら完全に飛ばないようにしっかり一箇所だけ止めれば大丈夫だと思います。やってみてください。今日はみずみずしい大根を育てるためのポイントについてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。